おはようございます。クリスマスおめでとう。えー、そのこというのはすごくいいですよね。クリスマスおめでとう、いいフレーズです。えー、私たち今、献金をしてますけども、先週、私たちのチームのある人のためにお祝いをしたんです。ここにとっても長い間いるんです。まあ、永遠と思えるぐらいです。後ろに立ってますけど、ダン・フェリーさんです。 ダンさんはここに25年間いるんです。もう25年、近代で考えるとまるで100年のようだと思いませんか。ダンさんはとても説明するの難しいんですね。どれだけ私たちにインパクトを与えたか。チームの人で、教会の中で、彼らが彼が与えてくれたインパクト、どれだけだか知らない人はいないと思うんです本当に感謝しています 先週スタッフミーティングがあってクリスマスパーティーをしましたそして私たちはこの小さいですねビデオクリップを作りました感謝しようと思ってですからそれを皆さんにも今朝見せましょうレディングの皆さんロックンロールするの準備できてますか こんにちはビデオアナウンスメントアサインメントの司会のダン・フェリーですダン・フェリーもう25年ですか驚きますあなた素晴らしい自分と家族と教会に賜物ですあなたがいなかったことを考えられません25年ですかもうずっと素晴らしい時でしたベテル教会において、はあ、この場所は本当にたくさんのメモリーで満ちています全ての角にメモリーがあるようなストーリーがあるような 25年。本当に長い間です。本当に感謝します。今何やってるんですか何やってるの何何ダンさんどっちのダンさんああ、ダンフェリーさん。私の心すごくワクワクします。この人の名前を喋ると。もうここ25年いるんですね。おめでとう。もう次に進んでいくの楽しみです。あなたは使える人。愛のマスターです。私の妻がこの服を。 乾燥機で小さくしましまたダンに対して私がすごくいいなと思うことは自分の子どもと彼の子どもが年が近いんです。ここで何やってんのあなたが素晴らしいお父さんだって聞いたよ。うんそれしようとしてるけどね。あなたのお父さんもそうでしょ。だから私はダンさんがその実践するのを見てきました。今車洗洗いいたいでききるよみみんんななどうぞみんなが洗ってきてね そして彼は時間を作るんです。私たちの環境の中で時間を取ってくれる人です。他の人を助けるために。ポールさんのとこに来てるんですけど、あじゃああなたがもしかして、えー、そのポールさんのいとこですかあ、ここに猫を飼ってたんですかねあ、来てくれてありがとう。 今日の一日の私の計画はこれです。あなたと一緒にいて励まして、クリスさんが私に行ったんですよね。あなたを導いて励ますようにと。それが私の今日の計画です。ずっと前にあなたの会ったのは私のおじいちゃんのうちでしたけど、もうその時から白髪だったからちょっと驚きます。まあ、もっともっとあなたはサンタクロースみたいに見えてきてますけど、もう5年ぐらい経ったら、もっと本当にサンタクロースみたいになるかもしれませんね。この泡の泡で ドン・ポーターさんみたいに見えるかもしれないですね <music> <music> あなたは本当に面白いし、でもとても賢い人です。会えて嬉しいです。ダンさムに会えて嬉しいです。彼はどこにいるんですかそこにいないと思うんですけど、多分お休みですね。大きな脳みそと大きな心で何かやってるんだと思いますよ。本当にこの教会のここで神様がやっていることの一部になってくれました。 クリスマスの時の話ですね。とってとって、取って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 それは、ゲッコですね。<laughs> ダンさんのことを思うと、まるでその隠された源のようです。とっても。 このベテルのリーダーシップチームをちゃんと機能させてくれる人。ケアするし、愛しているし、みんなを愛する人。あなたが本当に相手の方の興味を持ってないっていうことを見たことがありません。教会で起こると全ての後ろにダンさんがいつも裏あの方にいるんです。じゃあメモを書きましょう。ビルト・クリスさん。それはビデオアナウンスメント・カンファレンスのことに関して。ビデオアナウンスメントが地を侵入するとき。 歓迎します第1回目のアナウンスメントが地上に侵入する時本当にすごくワクワクしてますよビル・ジョンソンさんも来ていますありがとうございます本当に良いお父さんのような方ですもっとですね、大勢の人が参加するかと思ったけどでもいいんですイエス様は11人の人と一緒に世界中を変えましたねギデオンの軍隊がいるんです 私はもう少しですね、ビデオアナウンスメントみ見たいですね。もう一番最後のエピソードをやる必要がありますね。どうぞ祈ってください。もう少し終わり方をかっこよくした方がいいですね。こんなのどうですか何かアクションが必要ですね。 私があなたの司会です、ダン・フェアリーです、おやすみなさい。本当にありがとう、とっても素晴らしい25年間、そしてもっと25年あるように、神様が祝福し、豊かに、豊かに、たくさんの祝福を報いてくれるように、神様に感謝します使える心が本当に感謝です。 いつも与える、そして生きること、私たちと一緒にベテルをしてくれることありがとう。愛してます。私たち愛してるし、あなたを愛します。感謝してます。私の人生の一部であることありがとう。何て言っているか分からない。ちょっと切ってください。切ってください。本当に。ちょっと切ってください、カメラ。 ででですすすよね見見見たたたいいとと思っっからお見せしたんんもももう10回見てもですねもっと面白いんですなんかつまらなくもう飽きちゃってるじゃなくて見るたんびに面白いと思うんですけれどもここに出てきた映像の多くはデイブさんダンさんそしてベリーさんがビデオアナウンスメントした時代のところですなんかそのシーズン1とかシーズン2という名前の付いてる DVD もありますけど持ってる人たちいますか ちょっとそれ取っておいてもらったらですねいつかコレクターズアイテムかなんかなんて高く売れるかもしれないですよその中にはダンさんがそのテレビの「24」ってですジャック・バワー,ーのやったのの何かえパロディみたいなのがありますけども楽しいですよ本当に感謝してるんですけども私たちは彼らの家族をハワイに送りますバケーションのために家族全員を送りたいです 私たちの愛と感謝を表そうとまでそれをしますそういうことできるの嬉しいと思ってます聖書もですかどうぞ開けてください第1列を置き18章だいたいあと30分ぐらいしかありませんからすぐ入っていきたいんですけどえ、このメッセージはすでに夜の礼拝の時間または他の礼拝ツインビーキャンパスでは話していますけれども まだこの時間のこの部屋には分かっちゃっていないだけを話そうと思っています。私たちがこのことを,言うのを皆さん聞いてますね。私たちは歴史の中で最も素晴らしい時に生きている。本当に最も素晴らしい時、歴史の中で生きていると感じる方、どうでしょうか。このように言ってるんですけども、私も言っています。長い間言っています。信じています。そしてそれを生きています。とてもユニークで素晴らしい時の中を生かされています。でも同時に周りを見るならばすごく 興味深いまたはそのとても大変なことが起こっています。大変なこと、苦しいこと、危機的な状況。本当に大きなジレンマがある中で、私たち生きていますけれども。私たちその中で働くこと、すごく喜んでいます。その市場、市場ですけれども、超えますよね。その市場とか、インダストリーがありますけれども、その中でこう。市場が落ちた時に、その状況の中で。大きな。 えー、収益を得ることができる人たちが得るということですある人たちは分かっているんですその一番悪い時に投資した方がリターンというのがもっと大きくなるということある人がこう言いましたねそのマーケットが上手になってればあまりやりませんけれどもマーケットが大変になってきたら自分はたくさんやろうと思う大変な時に自分のエナジーとか持っているものを投資するとその人は言ってるんですね で同じ原則をですねまたやり方をちょっと今考えて言いたいんですけど今この時は教会が引き下がる時ではないと思うんです最も難しいんですけども投資する神様がやってることに注ぎ出すことがすごく大事だと思うんですそれをすることはとても賢いと思うんです私これお金ということを話してるわけではありません。神の御国人生マインドセット そして捧げるるこことと与えること全部そうなんですけども私たちがここにいることキリストの教会全体ですけどもそのように思っています今が最も熟している人々に対して私たちが与える働いていく投資する時だと思うんですこれからもっと神の御国が広がってきます私たちが引き下がらなくて簡単に投資する与える出ていくからです私たちが生きている時は本当に難しい時ではありますその 大変なというのはですね、えー、自然で見てしまったらちょっとこれ危ないから待って見ていいよと思うかもしれませんけれどもでも今まで以上に出ていって関わる時です今日私が話したい話がありますある方たちにはすごく親しみ深いと思うんですある方たちにとってはえっと思うかもしれませんけれども旧約聖書の中の とととても重要だと私は思えることです前からしゃべることは全て必要なことを自分たちしゃべっていると思うんですけれども他のものが何か他のものよりも重要というわけではないんですけれども助けになると思っています。今自分たちの時間とか場所とかそういうことを教えてくれると思います。そのストーリーに入る前に少し第1列王記の話をですね少ししたいと思います。第一第二 そして歴代史またそのサエルのとこもそうだと思うんですけども歴史を見ることができますイスラエルの歴史のようなことが語られているところだと思うんですソロモン王がいます私たちはそのダビデ王の息子だとしてソロモンを知っていますそしてソロモン王っていうのは歴史の中では最も知恵のある人と書かれていますね本当にすごい人ではありましたイスラエルを歴史と 時間のの中本当に黄金期を導いたようなその人です最も平和があり繁栄した時でしたソロモンが国を導いている時残念なことに彼の人生の終わりの方はよく生きることができませんでした強く終わりませんでした信玄読んだら分かると思うんですけど信玄はソロモンが神と正しく歩んでいた時です伝道者の書というのはソロモンが神と正しく歩んでいなかった時です この2つのまるで真逆のような言ってることを見ることができますでも同じ人なんですとても重要です私たちが神と共に正しく歩んでいるということは神様の影響の下にあるということですあなたはそうでない時とそうである時全く別の人だということは分かりますか私たちここにいる人たち信者ですから分かっていますね私たちの最善というのは 神様の臨在の中にいること素晴らしいつながりを人を持つ時のことでそれが私たちの最善を与えます引き出しますですから私たち気が付くことがとても必要なんです。列王記のところではソロモンが出てきますけども彼はとても心が分けられてしまった彼の心の中で分かれてしまった一つではなかった人ということだと思うんです特にその伝道者の人とかを見ると分かるんですね彼の心に何かこうディビジョン分かれ目があるということそれに似合ったようにまるで国も分かれてしまう。 とということが分かりますそのイスラエルという国も2つに分かれますね。イスラエルはイスラエルとして残り、そしてそのユダというふうにも国として残りました。分かれてしまった。イスラエル、この時、あとはイスラエルの子たちというのは本当に悪いものでした。間違った導きの方に行きました。邪悪な国になってしまいました。ユダの国っていうのは違うストーリーがあるんです。いくつとは言わないんですけども、 大体のユダの王というのは神様を心から従ったという人たちで良い王たちがいたんです一人よく知られている人ですけどもヨシャパテ王がいますね第二歴代史20にありますけども彼は戦いに行きます民を導いて行きますその時に3日間断食をして主に求めましたそしたらこの戦いのことを心配してはならない私がする戦いであるからあなたは立ってみていなさいというところですね次の時に シャパテがすることは神が言ったのは立って見てみなさいと言ったとそして私たちは戦いに対して行進していくけども一番前にそのワーシップチーム置きますというふうにした人ですね。これは軍隊的に考えたら全然良い考えではありません。 軍隊の考え方言ったら絶対おかしいですね見くりの考え方はいいですけど自分もそれを考えた時に軍隊的に考えたらとても自分を守ることができないまたは守られていない人たちを戦いの行進の一番に置くことはすごくおかしいことです。 ででもなぜヨシャパテそそれれをををしたののかというのを考えるんですねそれをその国のアイデンティティそのユダという意味は賛美ですから彼らはどうやって賛美をするか知っていましただからアイデンティティから生きてその最善のことをしたということその中で神様が彼らに勝利をもたらしてくださったということですとても素晴らしい話が分かりますこの国分かれてしまったソロモンの心が分かれていたから、はい、その時の頃ですね16から18ぐらい 第一列王旗ですけれどもアハブという人が出てきますアハブというのは最も邪悪な王として聖書の中から見ることができます聖書の中には何人かのですね本当に悪い王様いますけれどもでも彼は本当に一番悪い王の中の王でしたアハブ王そしてもっと悪いことにアハブにはお友達がいましたねイザベルという名前です今時クリスチャンだったら子供にイザベルと名付ける親はいないでしょう もうその名前ないんですつけないんですそれぐらいそのイザベルという女が邪悪だったということですアハブよりも悪い邪悪だったと魔女の中の魔女と言われるような本当に邪悪でした彼女のやったことですね、まあ、責任というかもう虐殺何百何百何百人もの種の預言者を集めてそして虐殺したということアハブとイザベルこの2人が国を支配していました社会を導いていました そうするとその結果どうなるでしょうかそのこれらの邪悪な人が2人のいてその文化を導いたということ結果として本当に異教化しましたイスラエルはそして彼らが何でも礼拝したいものは礼拝をしていました神を敬う文化ではないそれがとてもその文化の中を強く流れていました全く神を敬まないことがその国中で行われていました悪霊的悪魔的そのようなことがこの時代にはとても行われていました でそこにエリア、と預言者、が出てきますエリア預言者預言者の中の預言者、男の中の男、そんな感じです。とても彼は独特なんです。ストーリー読んだら、わー,ーと思うんですけども、こんなことするんだ、勇気とか大胆さとか、恐れのなさとか、この1人でいた男性というところですね。18章のところから私たち見ることができます。オオダヤという人が出ててきますけども預言者のオバダヤではなくて このおばだ屋という人はこのとても邪悪であったアハブ王のま友達的な付き合いもありながらでも彼の命が保たれていたということです。ということはま良いつながりがあるということですね。そしてそのおばだヤという人でもその人の他のや他のところ人生の反対側はこの邪悪な王アハブ王と友でありながらもでも これはイザベルが預言者たちを殺せた時代に100人の主の預言者を隠しておいて水とパンをやって生かしていたんです。ですからここでエリアとオバダヤは出会うんです。で、エリアは言うんですね。私はこのアハボウにメッセージがある。私のメッセージを言わなければならないという時にオデバイはこういうんです。私はそれをしません。私はそれをしないよという理由はですとても興味深いんですけども、あなたはここにいると言っても、 主の霊があなたをどこかに連れてってしまうから私が王のところに行ってエリアがあなたに話があると言ってここに来たでもそこにあなたがいなかったらまた違うところに現れたなら私は殺されてしまうでしょうと言ったんです預言者エリアこの話をあなた知らないんですか私100人ぐらいの主の預言者守ったんですよまあ彼は知られていないけども実も素晴らしいヒーローだと思うんです 邪悪だと言われている王の友でありながらも神の民を守った素晴らしいと思うんですいつかですねその人にインタビューしてみたいと思うんですけどお出前をこうしますよねエリアに走ります私は預言者を隠してたんです私はあなたのメッセンジャーとなってアハブの前には行きませんよと言うんですねでえ17節から読みますけれどもアハブがエリアを見るやアハブは彼に言ったこれはお前かイスラエルを煩わす者 すごい呼び方ですよね。悪い人があなたにこう言ったのはどういう意味でしょうか。エリアは言った。私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家ことそうです。現にあなた方を主の命令を捨ててあなたはバールの後についています。さあ今人をやってカルメル山の私のところに全イスラエルとイゼベルの食卓に着く450人のバールの預言者と400人のアシュラの預言者を集めなさい。 20節そこでアハブはイスラエルの全ての人に使いを得り預言者たちをカルメン山に集めたエリアは皆の前に進んでいったあなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのかもしここちょっと聞いてください、えー、ここよく見てくださいいつまでどっちつかずによろめいているのかもし主が神であればそれに従いもしバールが神であればそれに従いしかし民は一言も彼に答えなかったそこでエリアは民に向かっていった 1> 私1人が主の預言者と残っているしかしバールの予言者は410人だ。ちょっとここで待ってください。エリアは私一人がと言ってますね。覚えてませんかエリアのです、ね、心の問題。彼はすごく一人っきりと思ってたんですね。孤立してたと思ったんです。でもちょっと前のところで言の覚えてますかもっと100人予言者が隠されていたんですけども。でもエリアはですね心の中で私一人だと思うんですね。彼は エリアは100人預言者たちまだいると聞いた後にもあっちにいるのにもかかわらずでも後で気がつくんですねまた後にも言いますけども私一人だと言うんですねでも神様は7000人とか9000人残っていると言うんです問題は何でしょうか、まあ、彼の,その頭の中では自分一人だったんですでも興味深いのはこの相手の人たち エリアは自分だけが主の預言者として残っていると思っていた状況にもかかわらずこの450人のバールの預言者に挑戦したんですね勇気がありますよね大胆ですよね根性がありますよねあなたがもし一人だった時に他にあなたの味方は誰もいない時にこんなこと普通しないですねあなたがもしその自分一人だと思って葛藤してて後ろに入ってしまってるならももしかしてそれはオプションではありません その悪霊の強い要塞それを壊すことがあなたの次のステップかもしれません何が起こるんでしょうか23節から大体29節まで何が起こるというと変わるんですこれはですねエリアはまあ競争します 選手の中にはどっちが勝つというそんな競争的なことが多いと思うんですね。で特にその男性が担当で何かやってる時にその競争して問題を収めましょうと勝った方の意見で大丈夫ですみたいにしやすいんです女性が担当になるのは私は分かりませんけれども自分男ですから男のことは分かります。で誰が例えば一番高く飛ぶことができるのか一番ボールを遠くに飛ばすことができるのか。 自分とですねジェイソンさんはですね最近ちょっとそのような競争をしたんですけどもボールを投げたんですけどもバスケットの競争をしましたがすいませんちょっと話が道にそれましたでも男性はそう考えます競争をするんですエリアの考えはここだから競争しようコンテストをしよう2つの生贄に2つの祭壇あなたはあなたのすることをしなさいあなたの神が生贄にを 火で取ったなら私たな私ちはその神を礼拝しでも私の神が私の生け贄を炎でもって燃やしたならばこれが本当の神だと分かれと言うんですねでコンテスト始まるんですそう,いうようなことですこの2つの聖書家所の間ではそれが起こりますけれどもバール預言者たち礼拝しますこれはとても気持ち悪いですけれども血がいっぱい出るんですねこう書いてあります彼らの名しに従って 剣や槍で血を流すまで自分の身を傷つけたとありますけどもそして踊ったり歌ったりしてますから大変だと思います6時間経ったそうです考えてみてください6時間立ち上がりながらということはいっぱい血が流れますねだから本当にもしかしたらこの人たち もう出血死で流血で死んでしまったかもしれません特に本当に悪霊的悪魔的だったんですそのような悪霊的な礼拝が行われていましたその中で自分一人しかいないと思っていたエリアはですね、バカにし始めるんです嘲ざけり始めますこう言いますよねきっと何かの没頭してるか席を外しているか旅に出てるのかもしかすると寝てるのかもしれないというんですね本当にバカにするんです、えー、驚かされますけれども 例えばもしかしたら何かが起こるかもしれないと思うことは全くおかしいことではなかったですねわかりますかおかしくはないですよね何かが起こったかもしれない可能性はあった炎が落ちてきたかもしれない覚えてますかその魔術師という人たちが出てきますけれども例えばモーセがやったことはエジプトの魔術師たちもしましたですからもしかしたら何かがあったかもしれない エリアはもう自分これ勝てるって信じてた。信仰がありましたけどもすごい勇敢とかですね。勇気があったと思うんです。もう対決しよう決着をつけなければならないと思っていたと思うんです。ですから、このバールの預言者たちが6時間踊ったり礼拝したりしました。叫ばして何も起こらない預言者のエリア、全ての民、私のそばにつけるなさいと言うんです。そして、壊れていた主の祭壇を立て直したと30節に書いております。また後で戻っていきますけれども、この話しますけれども。 まずこのストーリーをですね進んでみたいと思うんですね。すると主の日が降ってきて全焼の池贄ととき木と石と地理をなめ尽くし溝の水もなめ尽くしてしまった。民は皆これを見てひれ伏し主こそ神です主こそ神ですと言った。 そこでエリアは彼らに命じた「バールの預言者たちを捕らえよ」「一人も逃すな」彼らがバールの預言者たちを捕らえるとエリアは彼らをキション側に連れて下りそこで彼らを殺したあのこれで参加すればいいですよっていうものではないんですね参加賞はここで出ませんでしたある人たちはこの話分かると思うんですけど いいでしょうか節エリアは皆の前に出ていったあなた方はいつまでどっちつかずによろもいているのかいつまであなたは2つの心があるのか分かれているのかあなたの心には1つの思いしかなくないのか2つの選択3つのオプションを持っているのか。 とても深い質問だと思うんです私たちは分かると思うんですここで対決すること決着をつけることは必要だったんですでも聞きたいのはこれです前に進む前になぜあなたがいくつもの意見を持っているようになったのかなぜ自分が人生の中で自分の心が礼拝とか注目するものとか誰に従うとか分かれてしまったのかなぜそうなってしまったのか理由があると思うんです ずっとと戻戻るとこのののの場合はソロモンににります彼不不従従順順でしたどのように不従順したたどようかその大きなものというのはこうだったですね異教徒の女をめとってはならないということだったんですけど結果的にソロモンはそれをしました,その,はたその行いの中で異教徒の女たちが礼拝していた偶像とか神々がソロモンの礼拝になってしまって彼の心を分けてしまったということですですから あなたの土地をというふうに言いましょうか他の神々を礼拝する者たちをあなたとの土地分けることはできない彼らの礼拝があなたを影響させることは無理できないよということなんですもう切らなければならないことがありますそのことのゆえにソロモン王が不従順をしあなたが神に従わない時に不従順するならば あなたはドアを開きますそれは人間の考えというすごく危険な道ですね滑りやすい道にあなたは道を開いてしまいます聖書が言っているのはしてはならないならしてはならないというふうですけれども例えばその人間の考え方あなたにとって納得できるものあなたが心地を感じるものそれが人間の考えですねリーズニングですけれどもそれが神様の影響から出てしまうとミオロジーというところにドアを開いてしまいます神学ではなくて 私学私の考えということになってしまうんですもうあなたが自己中心自分中心ということそうするとそれがあなたの考え方にも影響を与えます神様の臨在と影響の外に出てしまうと自分の肉の欲望に導かれてしまいます自分の思いの望みから導いてしまいます 結局自分を喜ばせるものあなたがハッピーだなと思う幸福だと思うことをすることになってしまうそれは人間の考えの最悪のところですねですから自分の人生のやり方とかいろんな決断はですね本当は正しくないんですけれども正しいものとしてしまうんですそのようなことをしているといくつもの意見に分かれてしまうんです 主に不従順するというところからその道を歩んでしまうとこのような結果になるんですいくつもの意見を持ってしまうということ人間のその合理的な考えとかまたそのとても、えー、理論的にはいいとか思えることとかそういったことは ドアを開いいいいててしまいますすけどそれれはは神様がデザインされている方法ではないんでなん人間が生きるために。ですからエリアは言ってますよね。あなたはいつまで2つの意見の間にフラフラしているのかと言うんですね。とても深くですね、彼らの間違った考えにハマってしまった社会とか文化の考え方に騙されてしまっていた。まるで動かないような大変な状況でした。ある時は物事を話し合いで解決することはできません。動かすことはできません。ここでエリアはじゃあ えっと、裁判所に行って正しくし進学を語りましょうそんなことは言ってませんもうここではそんなことはできないそんなことしたらもっと深く落とし穴に入っていってしまうということその聖書を使ってその自分を正しくしようということになってしまうんですですからある時はその中ディスカッションはすることできないんですそれはケースバイケースですけどもでも私が言っているのはこれです影響というものはもう決着対決されて示されなければならないことがあります 何かもう少し簡単に説明できること言えるといいと思うんですけども皆さんここにいる人手を挙げないでいいですけども前で誰かが説教した時なえ何これ何でこんなこと言ってんのおかしいよと思ったことありませんかもう我慢できないんでこの人言ってんの、まあ、自分はですねそんなふうに思われないと思うんですね大体クリスさんの時にそういうふうに働くみたいですけど。 でも、あなたがこの部屋を出て、すごく嫌な感じがして怒っててですね、なんであんなこと言ってんのメッセージしてんのってなるんです。って神様、どういうことと思って、そしてお家に帰って、すごくイライラしてるから嫌な気持ちがしています。そして、Facebook に書いたり、Twitter に書いたり、もうこんな感じ、すごく嫌な気分だったんだよって言って、ブログ書いたりとかですね、いろいろするんです。で世界中にですね、あなたがどんなに嫌な気分してるかっていうのをですね、分かっちゃってしまう。まあ、何日か経った後、気がつくんですけど、ああ、 自分が間違っていたそして前で喋っていた人が正しかったんだという状況になってしまう,そのような経験がありますかあなたがすごく「あこれ嫌な気分だな」と思う時そのショックを感じると思うんですけどもそのことですごく動かされるんですね。それは何かというと神様の恵みだと思います。 それぐらいのののショックを与えるほどの神様の愛ですそれによってあなたをバンと強くで,でもあなたがその落とし穴に落っこっているところからパンと出してです、ね、あ自分が落とし穴に入っていたということを気がつかせるんです何って思わないといけない本当に深く落とし穴に入っていたら見えないんです周りのことがですから決着とか、えー、対決をするということですね決闘をするそんなことになるんです、まあ、今やるとしてもそれが炎が起こってくるタイプではないというのどと思いますけれども いいですかポイントは分かってもらえたでしょうか私が言っているのは決着をつけなければならないその決闘するようなことがあるでも結果はすごく美しいんですそのショックによってあ気がついた自分が礼拝していたのは神じゃなかったから主である神を自分は礼拝しなければならないということですその今日今だったらその決着をつけることその決闘どんなふうに見えますか例えば 人生の状況、病とか、許さないこととか、苦みがあったりとかしても落とし穴に深く入ってしまっう,うような感じ。でも神様があなたとある意味決闘をするんです、そこで。ああ、自分は何か間違ったものを礼拝していて、主である神を礼拝しなければならないと思うんです。人々がそのエンカウンターするときそれは、あ,ある意味決着をつけるというか、そんなことでもあると思います。先に進みましょう。あと少し2、3分しか残ってませんけれども。30節。 エリアが民全体に私のそばに近寄りなさいと言ったので民は皆なかれに近寄ったそれから彼は壊れていた死の祭壇を立て直したとあります自分たちはですね何かこんなところあまりしっかり読まない傾向があるかもしれませんその炎のところがすごくインパクトがあるのでこれとても重要だと思います想像してください国全体が本当に悪霊的で異教的で 悪霊がいっぱいいるような、なんか礼拝ということを経験しましたね。そのバールの預言者によって。もうちょっとすごく気持ち悪いと思うんですけども、でも驚くような状況では例えます。もう血がいっぱい流れてたり、とかひどかったと思います。そして預言者エリアは超えますよね。国を全体を読んで、こっちに行きなさいと言ってある場所に連れて行きました。その種の祭壇ですね。でも壊れていた種の祭壇の前に人々を連れて行きました。で、彼が最初にやったことは？ その決着をつける時その決闘する時そこを見なせたんです愛情がまたその注目が他のところにいた時にその神の祭壇ここですと言ったんです祭壇を立て直しする回復する祭壇私たちの時っていうのはこの旧約の時代ではないですねイエス様が十字架で心理を蘇った時にこの同じ祭壇ではなくなりました目で見えるものは終わりました 見見ええていいたた祭壇は見えないものに変わりました私たちの体が今祭壇ですから生ける生贄として神様に王様に捧げますけれどもですから旧約から新約に変わりましたね祭壇を立て直してそれはその重林の石を積んだものですねこのイスラエルの全部のためここに戻りなさい祭壇を立て直したポイントは何でしょうか あなたの人間の考えまたその論理的なもの合理的な考えそれが神様の臨在から離れてしまったならばあなたは自分自身はすごく危険な場所その別れてしまうという場所に置いていますでエリオを言ったんですねここがあなたが意見を得るところですここからあなたが見方ですね考え方パラダイムを得るところです世界観をあなたはここから得るんですこのところこの主の祭壇からと言っているんですこれは性別するところです清くされるところです 祭壇というところは生贄を捧げるんですけども同時によくあるのは神様がしたことに対しての結果として何かあるんです。新約でも見て分かると思うんですけどイエス様が3人弟子を連れてですね変貌山に行きましたペテルはここで天幕を建てますと言ったんですねこれは文化的には普通だったんです。神がここに現れたから祭壇を作って礼拝するんだというのが普通だったんです。性別して誰がが神かとということを気がつくたための場所だったんですね 覚えるための場所でした礼拝の場所でしたエリアはここでためにあなた方は忘れてしまったけどとしたんですね10年ぐらい前に私他の国にいましたそしてミニストリースクールで話していたんですけども10人20人ぐらいントがいましたであるその国はそのステートチャーチがありますだからある一定の教えをするのを知っていましたいい教え悪い教えではなくてただとてもこう決まっているっていうことだと知ってたんですね進学が決まっていたである人が私に質問しました 自分の意見とか考えるよと思ったんですが聖霊様がしゃべってはならないと言ったのを聞きましたで気が付いたんです今それ後ろから振り返ってみるならばその意見というのはこの祭壇から得たものではなくて自分の人間の考えでしたポイントは何でしょうか多くの時文化とか状況の今たちはこう自分たちが考えていることをシェアしなければならないと思ってしまうんです。 私たちのアドバイスとししてこうう言いましょう主の祭壇から得てないならば主の臨在から得てないならば口を閉じましょう。口を閉じましょう特にアメリカの文化ならば特にリーダーならば自分の意見をしゃべりたいんですこのとても文化的にもそうなんですけれども,でも自分から出てくるものというのが神によって影響をされている形を作られているものにしたいんです。 考え心が臨在によって影響されているものが語りたいんです難しいチャレンジです今のアメリカの文化は大きくてうるさいものですガガガガ出しますから戦いがありますけどもその一言神の臨在の中から得た一言の方が千の言葉を持って人間の考え方で何かするよりも力があるんです人間のその、えー 論理的な考え方、何も力が何ですか。いや、そうではなくて、その神様の礼拝、そして臨在、その影響力の下でなければということです。そうでなければ。神様の祭壇に戻る方がいいんです。え、最後に一つありますけれども。 世界観というのは神によって形作られなければならないそれはいくつかの世代によって形作られる必要があります私たちの世界観というのは神によって形作られるでも,もう一つ足したいところはその多くの世代違う年齢の人たちから影響を受けることがすごく必要と思うんです自分が観察してきたことですが 大体よくありますね。その今自分中心、ミオロジー、自分学が多いですけどそうすると自分と同じような考え方をする自分と感じるような人たちから受験を得てるんです。それはとても大きなな失敗なんですもし私たちがただ自分たちと同じ考え方自分たちに同意する人たちからだけ上限を得たいというならばそれは危険です。家族というその家族の形ですね、それはすごく重要なんです。 家族というその形その血もそうですし霊的もそうですけどもその違う世代が集まりますねですからいろんな違うアングルから情報を受けることができますその家族というところの外に行くと典型的にあるのはあなた自分の年齢自分の世代からの影響を受けますですからその方たちはだいたい自分のように考えますチャレンジしたいです神様に影響を受けてくださいその祭壇神様の前に出てそして性別される そして私たち年上年下いろんな年齢の人たちから影響されてお互いの形作られることを助けましょう立ち上がってくださいメニストリーチームの方どうぞ前に出てきてくださいそれ以外の方はちょっと待っていてほしいんです ミニストリーチームの方はどうぞ前に出てきてくださいこの部屋の中にいる方で今日早くこのストーリーは進みましたけども国々人々が出てきました他の神々を礼拝していた人たちそして預言者エリアが来て彼の生贄には炎によって受け取られましたそしてすべての国がエリアの神が自分たちの神とそして来ましたこの部屋の中にいる方で 私たたちのの神神があなたの神ではない人でも今日あなたに言いましょうあなたの人生神に捧げたいという人何か心の中で今日話を聞いてた時にああ自分の礼拝はいろんなところに行っていた自分は一つではなかったでも今日それをしたいと思うならばあなたに正しい礼拝の場所を示したいと思いますどうぞ手を挙げてくださいもしこの部屋にいる中で最初に人生の最初として 神様との関係を正しくしたいと思う方教えてください今日あなたが神様との関係を正しくしたいと思われるならば手を挙げてみてくださいあなたを祝福します今後ろに手が上がっているのが見えます神様ありがとうここにもいます神様との関係を直したい正しくしたい人をどうぞ手を挙げてくださいここもですねここもです神様ありがとう 手を挙げた人たち、どうぞ前に、前の方に出てきてください。この前の方にいる方たちがあなたたちと少し話をして、一緒に祈ることをします。教会全体の私たち、彼らを歓迎しましょう。歓迎します。皆様ありがとう もしあなたがこの部屋の中にいてその体に癒しが必要打ち破りが必要ならば前に目にしているチームの人たちがいますからどうぞ前に出てきてくださいそして祈ってください祈ってもらってください。